サザナミヤッコサザナミヤッコは、スズキモクスズキアモクキンチャクダイ科の海水魚である。和名は、養魚の体側の波紋のような模様に由来する。沖縄地方では食用にもされている。いずれも養魚期だが、六千ヤッコアデヤッコ縦島金ダイが特に似ており、区別しにくい。 縦島巾着台の 2cm までの個体は、サザナミヤッコの幼魚と似ているため区別が難しいが、サザナミヤッコの幼魚は、分担から背中に白線重線があるが本種には、それがない。六線円ヤッコは、模様の入り方が似ているが、サザナミヤッコでは、白線が大きくカーブしているのに対し、この種は、直線的な入り方をしている。アデヤッコは、ブルーフェイスという愛称がある種である。 蒸気の二種と同じく幼魚は似ているが、どちらかというと、六千薬個の幼魚に似ている。白線の入り方も六千薬個の幼魚に似る。しかし、成長すると、目の周囲が次第にオレンジ色を帯びる。幼魚期は死滅海遊魚として、黒潮に乗った個体が本州沿岸でも観察されることがある。雑食性で海藻、ホや、海面などを食べる。通常単独で行動している。 太平洋中西部やインド洋などの熱帯の比較的浅い珊瑚礁や岩礁の海に生息する。金着台の中では比較的丈夫で飼育しやすい魚として知られており、干渉魚として流通している。大型ヤッコ類の飼育を始める際の入門種でもある。しかし、気が強いので後から入る新山者をしつこく追い回す。気が弱いニシキヤッコなどは、 一緒に買うときは特に注意が必要。ありがとうございます。